どうも、おてこ TV の朝日と申します。本日もご視聴よろしくお願いいたします。おてこ TV のおてことは長野県の一部の方言でございまして、お手伝いとか助手という意味合いがあり、皆様のアクアライフのお手伝いになればと、そういうチャンネルでございますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、本日お伝えしたいのが、こちらの、はい、通称奇跡の追走でございまして、5月の頭にろ過を停止して、水替えもしていないと。なのでもう6ヶ月近く水替えしてない水槽になるんですけれども、透明度もねこんだけあって、大変調子のいい水槽でございます。で、飼育しているお魚はこちらのゴールデンハニードワーフグラミーが今3匹、はい、います。あとちっちゃいね、ちっちゃいお魚、はい、ボララスマキラータが数匹、ちょっと全部確認できてないんですけども、ちょっと10匹はいないと思う、はい、ちょっと何匹かは死んじゃったと思うんですけども、そういう水槽でございます。でですね、今回お伝えしたかったのがこちらの水槽の水草の方なんですけれども、こちらの水槽、まあ、先ほどね、ろ過停止しているっていうことでヒーターが入ってるだけの水槽なんですよね。だから当然二酸化炭素も添加今していなくて、で、この水草たちの成長がむちゃくちゃ遅いです。はい、むちゃくちゃ遅い。でね、まあいよいよその二酸化炭素もありますけど、ライトね、ライトも、これ水作のライトなんですけど、まあ安いやつ、本当に安いやつ、2000円いくら、60センチ用のやつで2000円って安い方だと思うんですけど、2000円いくらで多分特売とかで買ったやつを、スタンドをね、ライトスタンド自作で作って上げてんですよね。で、理由は、やっぱ狭いんですよね。この範囲が狭いから、その下にやっちゃうと一部しか光らなくて、全体明るくならないんで、まあ上げているっていう状況なんですよね。うん。まあ、上げることによって全体を映るんだけれども、まあ、光量は、低くなるというか、弱くなると思うので、まあ、成長は遅い。で、赤い水草も多分赤くなってない。本調子の赤さじゃない。うん。っていうのも、あるんですよね。だから成長が遅いし、まあ赤い水草は赤くなってないっていう弱点はあるんですけど、いい点としては、これいい点って言ったらいいか分かんないですけど、成長が遅くてっていうことはトリミングがその手間がかかんないっていうのもありまして、はい、だからまあある程度ね、ここまで成長はしてるんですけど、まあゆっくりね、半年ぐらいかけていけば、まあ二酸化炭素添加し、まあ全、まあ、当然ね、二酸化炭素を添加しなければ枯れちゃうやつもいる、あると思うんですけど、難しい水草はまた別で、で、簡単な水草であれば、ゆっくりですけど、半年ぐらいで、まあ、トリミングしたやつまた差し込んでったりして、やっていけば増えていくなっていう、はい、感じですね。うん。だから、決して高い、ライトじゃなくても二酸化炭素添加しなくてもゆっくりやっていけば増えていくと、はい、でそれを言いたかったんですよ。で、ゆっくりのいいところはそのトリミングの手間がないっていうことですね、うん、あとはトリミングした後って結構なんて言うんですかね、ちょっとみすぼらしくなる、言い方悪いですけど、みすぼらしくなっちゃうっていうのあるじゃないですか。だけど、ゆっくりなんで、一気にこう、バッサリいかなくて、ちょっとずつトリミングしていけば、なんか、いいラインをずっとキープできるみたいな、はい、なんかそういったメリットもあると思うんで、まあ逆に、一気にやりすぎて、坊主みたいになっちゃったら、復活するのも遅いっていうのもあるかもしれないんですけれども、まあ、うまくやれば、いいところの状態を長くキープできるなみたいな、はい、そういったメリットもあるなと、言い聞かせてるに近いんですけど、はい、そういうのありますね、うん、だから決してその
何ですか、難しい水草じゃなくて簡単な水草をまあ多めに買って、でライトとかもそんなにお金かけれないわっていう方もいると思うんですよね。 CO2 のやつだって多分1万とかしないと出さないと、まああの発酵式とかね、ペットボトルで自作とかすればまた別ですけど、発酵式とか化学式とかね、私も動画出してますけど、そういったのをね作らなくちゃいけないじゃないですか。だけどまあそういったのまではそこまでがっつりしなくていいわっていう人でも、まあある程度長い目でね、これも一応半年ぐらいなんで、うん、ですけど、まあゆっくりやっていけば、まあ増えていくかなっていう感じがしますね。うん。まあ私もね、その結構いただいた水草を入れてるっていうのもあるんですけど、うん。この下のやつだって、ちょっと名前忘れちゃったけど、まあだいぶ増えてきましたしね、うん。本当に。だからゆっくり、もう何回も言ってますけど、いや言っちゃいますけど、ゆっくりやるっていうのもまた楽しいなっていうことをちょっとお伝えしたいなっていう動画でございました。はい。その水草水槽、なんて言うんですか、この前生態メイン派かレイアウトメイン派かで、やっぱ生態メインの方も多かったと思うんですけれども、まあちょっと水草ってとっつきにくい印象ってあると思うんですけど、まあそういう感じで簡単な水草を、長い時間かけて成長させていくっていうのがいいのかなっていうふうに感じました。はい。まとまってるかな今日も、わかんないですね。ゴールデンハニードワーフグラミーは本当に落ち着きましたね。私の動画を、まあ、長く見ていってくれる方であればわかるかと思うんですけど、もうむっちゃくちゃ喧嘩してたんですよ。本当に多分この子なんですけど、めちゃくちゃ落ち着きましたね。いいっちゃいいんですけど、前の激しいのも見てては楽しかったんですけどね、動きがね結構あってね、うん、今はなんかもう至って平和になりましたね。まあでも優雅でいいですよねグラミーはね、まあ一応この水槽に関してはまあとりあえず目標としてはね、来年の5月まで水替えなしで、はい、ろ過なし水替えなしで、継続してやっていきたいっていう水槽で、まあ今のところ大きな崩れるような感じではないので、はい、まあ継続的にやっていけれたらなっていうことと、あと、このねドワーフグラミー、ゴールデンハニードワーフグラミーの、繁殖、ちょっとねメスがもしかしたら卵を何か問題があって卵を産めないような感じかもしれないんで、ちょっともしかしたらダメかもしれないんですけど、後々は子供見たいなっていうのと、はい、がありますね。この水槽には本当にね、いろいろろ過とは何かっていうのを考えさせられた水槽ではありますので、まあ、今後もいろいろ観察していって、情報をね、いい情報を、発信していきたいと思います。ということで、はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだの方、 CO2 添加なければ水草が育たないわけではない、長い時間かければ綺麗な水草水槽ができるというのをお伝えしたかったこの朝日のおてこ TV、 今後もいろいろな情報盛りだくさんでやっていきたいと思っておりますので、よければチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。あと本日の動画よければグッドボタン、悪ければバッドボタン、あとコメントどんどんお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。ということで、お送りしましたのは私朝日でございました。じゃあ